おはようございます、えー、今日はちょっとこの後バタバタしそうなので、えー、朝一で配信をいたします。まあ、コロナの中で、えー、しんどい経営のところが多いというお話、今日もラジオでいたしましたけれどお、そこは、そこは、うん、もう身近に、自分の身近にヒントはあるんだというお話をいたしました。 NHK のニュースが報じていてくれたのでちょっとそれを見てみますね「行列の絶えない経営相談所」というその前に「経費ゼロで V 字回復」と書いてあります愛知県岡崎市がやっている無料の経営相談所なんだそうです面白いですねええまあ金はない金は使うな コストトカットしろうんなんかアイディア出したらそれはダメこれはダメええそんなんできへんいやそんなことはやったことがないからドライセイチューチよねお前ほんまにええめんなよふざけんなよと言いたくなる気持ちをぐっとこらえてええ身近なところで考えていきましょうというお話なんですね。 最初に紹介されておりました NHK のニュースでいうと、注文殺到、名刺マスク、そのままあご紹介するわけにはいきませんので、著作権の関係で、印刷会社の中川さんという社長さん、社員総出で電話を取っているが、もう大忙しになっているそうです。コロナの影響はあったんでですすが今 V 字回復ですねで 大ヒットしているのが名刺マスクというものです、まあ、マスクしててほんと街中で出会ってもすれ違っても誰か分からないと会釈されたりいやすべきなのかどうなのかっていうようなこともあったりいたしますが、えー、マスクに名刺がついている印刷されているというものですねあの、まあ。こんな感じかなと思って手作りしてみました。 <laughs> あの本当はちゃんと顔も印刷されているようですこの会社さんイベントの集客用のチラシやポスターの印刷を主に行っていたそうですがもろに、えー、コロナの影響を受けておりますで去年の秋にこの名刺マスク顔があったり、えー、名前社名そして電話番号とかあ まあこんなような名刺に書いてあるような情報がああそこに書かれていると。でまあ相手にもちろん覚えてもらえますしねえー、ビジネスシーンでもマスクをすることが増えている中でこのちょっとしたアイディアで、えー、大きな、うん、反響があったということです。相手の目線 フラットな目線で相手の話を聞かせてもらっていると秋元さんというその所長さんはおっしゃってます。短すぎて気が付いていないそこの魅力とか可能性ということセールスポイントを見つけて商品やサービスにしたらどうですかとしかもそんなその設備投資とかお金のかけないでっていうことなんですね。 もう一つご紹介したのが、どら焼き、えー。来店者が減っていましたが、どら焼きの皮とあんことかを別々にして、どうぞ自分好みで手作りしてください。まあ、自分好みって言ったって、ねあの挟むだけなんですが、それをお客さんにやってもらうというアイデア、全く作る工程は変わりませんので。 新たな設備投資とかは全く必要ありません。来店者1.5倍になっているということですね。使い方を変えるというのが鍵だということです。だから、まあ私もこのスタジオを作ってやってます。インタビュー用のスタジオ、自分史ビデオを作るということで作っているんですけど。 まあ積極的にアピールはしていませんけれど、会社の社長さんたちのスピーチの場所であったりとか、そういう需要、プレゼンテーション用の動画を作らせてほしいというようなお話があったりですね、の目の前にあって自分たちがこうなんだと思っていること以外の需要というのがあって。 それがまあ一つのきっかけになるっていうのは私も体感をしております。ぜひあなたもあなたの仕事のあなたのこれまでやってきたことはちょっと違った視点で見てみたら面白いアイディアになってそしてお客さんに喜んでもらえるというお仕事がきっとあるはずだというのが今日のお話でございました。行列の絶えない えー、経営相談所 NHK のサイトでこのニュースそのまま見ることができますのでよかったら見てくださいチャンネル登録お願いします今日のコラムでした